ルフォリーにはそれを手に入れるための希望があります。悠久のユーフォリア、王女二人、秩序の目となる槍であれ、恩に報いる剣であれ、義なるを助く弓矢であれ、右手に握ったこの鋼の冷たい重さ、それは誰のためにこの地に生まれた、その定めがあるのだと知って、それは誰のために、右手に握ったこの鋼の冷たい重さ、それは何のために、この地に生まれた、その定めがあるのだと知って、それは何のために、右手に握ったこの鋼を震えば誰かが必ず涙流す、右手に握ったこの鋼に